皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それではカウントダウンの後始まります。スタートです。アメフラ11話ですね。これは夢かな？うん、やっぱり夢か。今回オープニングないんですかね。キースがいなくなってしまった後編ですね。うん、まあ気持ちは焦るよね。そんなに。うん。まずは偵察に来たんだね。まあでも。プロの応援は欲しいよね。心配な気持ちもわかるしね。大丈夫？王子だよ、あなた。まあ問題になるよね。王族だしさ。うん、なんか荒事に慣れてそうだよね。悪いこと得意そう。まあ闇の魔力関わってるってなったら余計に心配だよね。うん。まあそうだね。そういうのは分け隔てなく心配するよね。うん、美点だよね。
自分を置いといて突っ走っちゃうからね。ねえ、なんか仕掛けたの？ああ、上から見てるんだ。なんか予想はしてるんだろうね。きっと助けに来るんだろうなっていう。切るの？ほえ、やっぱりさすがに強いよね。うん、後ろ後ろ。あは、そっか、直せるんだ。確かにね。なんか下パは知らないんじゃない？雇われてるだけか。あー、見えるもんね、マリアはね。大丈夫か？これ罠じゃないよね。誘い込まれてない？誰？あー、親族のいとこだっけ、なんだっけ、痛めつけてたね。うん、まあこういうのを利用して。あの女性？ああ、見たんだね。なんかもう責任転嫁のパターンじゃないですか。で、そこをね、利用されたんだね。でもなんでこの人こんな状態でここに？やっぱ多少は闇の魔力の影響を受けたのかな。
今の人も。なんか自爆っていうか、なんか縛られてるみたいな。それほど濃度が高いっていうか、濃度が濃いだろうね。取り付いてるんだ。マリアって見えるだけだっけ？光の魔法使えるんだよね。どうしたらいいんだ。か。あ、そうか、それを分かんないとダメだもんね。なんだろう、悪夢の中にいるとかなのかな。でも抗ってるんじゃない？きっと中では。なんか後ろ来てる？あ、びっくりした。黒い蛇ね。おー、なんか光った。あー、買ったやつじゃないそれ。なんかあの語りなの涙がかかって光ったの？おお。引き剥がす。もう物理で。まあ、キースにとってのさ、光はカタリナなんだろうな。ふふふ。ふわって。カタリナらしいわ。なんか、ちょっとじんわりしてたら、ふーんってちょっと涙引っ込んじゃった。やっぱり光なんだな。
もうが自力で行けないか。もがくんだ。思い出がね、みんなとの。やっぱり闇を払うのは強い思いなのかな。まあそれがまさしく光なんだろうな。光の力というか。ぐちょんぐちょんしてた今、なんか音がもう物理でやるっていうね。チューしちゃった。いや、そりゃね、消耗してるよ。え、なに？あー、これオープニングに出てきてた犬だったの？なんか懐いてるし。まあ犬だったら可愛がってあげるのにみたいなこと言ってたけど、可愛がってあげるっていうかね、手加減するみたいなこと言ったけど。使い魔を作ろうとしたの？そういうこと？キースは必要だったの？キースの魔力を使ってってこと？おまわりさん、おまわりさん、この子です。なんか逃げちゃいそうじゃない？大丈夫？いや、ありがとうって。いやー、やっぱり逃げたか。本当に人間だよね。そしてこの子がね、できましたっていうね。
寝ぼけてたかどうかは。ぐいぐいきますね。まだうなされてるよ、キース。懐いてるんだ。本当に。なんだろう。もしかして、なんかその、ワンコの使い魔に、キースの成分も含まれてたりしない？だから、カタリナ大好きみたいな。ポチな。まさに、日本のワンコの名前つけたね。ああ、ハウスってそういうこと。なんだろう、カタリナの影に入ってるのかな。なに、チュー思い出しちゃった？意識しちゃうとね。あ、覚えてるんだ。あ、やっぱり寝ぼけてたんだ。報われないな。言っちゃった。で、みんないるのね。なんか、すっかりマリアに懐いてるね、あの子。なんか結局そこに着地するのね、みんなね。お？Cパート？あっちゃん？あー、なるほどね。今回オープニングもエンディングもありませんでしたね。ああ、よかったよかった。そして最後はなんかいつも通りな感じになってくれて嬉しい。ああ、でもついに言ったんだ。次回最終回かな。またなんか大団円な感じで終わるんですかね。また来週も楽しみですね。はい、エピソード11ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。マーブルでした。